アトラスアジェナロケットによるマリナー1号の打ち上げマリナー計画はアメリカ航空宇宙局による無人の惑星探査機を用いた火星、金星及び水星探査計画である。惑星のフライバイ、周回及びスイングバイという人類史上初の試みを成功させた。打ち上げられた探査機は10機である。計画されていたもののうちマリナー11号及び12号は ボイジャー計画に引き継がれ、それぞれボイジャー1号及び2号となった。計画名及び探査機名のマリナーとは、英語で、船員、水夫を意味する。マリナー1号は、金星フライバイを目的として打ち上げられたが、打ち上げ後すぐに失敗した。マリナー2号は1号のバックアップとして用意されており、1962年8月27日に、打ち上げられた。 3ヶ月半の飛行を経て、ミッションを成功させ、初の惑星フライバイを実現した。マリナー3号及び4号は、火星のフライバイを目的としていた。3号は打ち上げ汽先端部の切り離しに失敗した。島行きの4号は1964年11月28日に、打ち上げられ、初の火星フライバイを成功させた。マリナー5号は、金星探査を目的とし、 1967年6月14日に打ち上げられた。同年10月に到着し、金星大気のラジオ波による観測、金星からの紫外線強度の観測、太陽粒子の採取、及び惑星時期の変動の観測を行った。マリナー6号と7号は同型の探査機を用いた火星探査計画である。 マリナー6号は1969年2月24日に、7号は同年3月27日に打ち上げられた。両機は火星の赤道及び南半球上空を通過した。マリナー8号と9号は共に火星の地図を作るために計画された探査機である。しかし8号は打ち上げ機の失敗により失われた。 島行きの9号は1971年5月30日に打ち上げられ初の火星の人工衛星となった。1971年の11月に火星周回軌道に乗り火星表面の写真撮影と赤外線と紫外線による大気の分析を行った。マリナー10号は金星及び水星の探査を目的とし、1973年11月3日に 打ち上げられた。金星でスイングバイを行って軌道を変え、彗星に向かった。二つの惑星に接近した初の探査機であり、また彗星を訪れた初の探査機でもある。ボイジャー計画を参照。ありがとうございます。